はい、トールです。ゆるキャンシーズン2の7話と8話のですね、まとめてみた感想っていうものを共有したいと思います。はい、このチャンネルではまあ1週間分のアニメをまとめてね、感想なんか語っているんですけど、まあ、あの場合によってはですね、ちょっとあのピックアップしてですね、個別に動画を出してみたり、しています。特にですね、今回のゆるキャンの7話8話のシナリオの構成でなんか演出としてすごく面白いなと思ったんでね、ちょっと取り上げさせていただきました。はい、そんなわけですね、やっていこうと思いますが、一応こうねなでしこを書いてみたんですけど、なかなか難しいですね。なんとなくこうなでしこ丸いイメージが、あるのでね、はい、この細いなでしこってね、なかなか自分の中ではですね書くのが難しいところになっています。はい、ではね本編の話を、していこうと思いますが、まああくまで僕はあのアニメだけで話してるんでね、原作のことはわからないんですが、まず、ゆるキャンのまあいつもの流れでこういう流れ来るよねっていうところは、これはねまずありました。はい、ここはそこまでの意外性ではないんですけど、とはいえねソロキャンプ、計画するところから楽しいよねっていうところで、7話もね前半パートしっかりね丸々使って書かれていましたね。はい、椅子をこう向かい合わせに、座ってですね話を聞きに行く、そんな感じのなでしこがなかなか良かったと思います。で、まあリンもちゃんと先生としてですね、はい、まあ最初ね、内緒で行こうって言ってたなでしこに対してはですね、ちゃんとたしなめてですね、お家の人にねちゃんと聞くことっていうね、そういうところに、なっていますし、それから、なんていうかこうちゃんと定期的に報告することっていうところをねやってるので、こうお家の人にちゃんと理解を得て信頼を得てやらないといけないんだよソロキャンパーっていうところをですねなでしこも分かっているみたいな感じがですねとてもいいですね。そして、だんだんワクワクしていく感じですね。はい、いろいろ計画したりやとかですね、考えたりやとかですね、やらなきゃいけないことをですね、順番にこうね、線引いて消していくところ、いいじゃないですか。そして、前日に関してですね、枕元にですね、荷物を置いている様子ですね。そしてこれが、つまり、6話に、あ、じゃあ5話ですかね、に書かれたですね、まあランプですね、4話か、5話。ここはですね、ランプがここにないわけですよ。はい、そんなわけでですね、ランプの、あ、4話か、まあいいでしょう、ランプがここにないってことで、ちゃんと入れてるんだな持っていってるんだなっていうところでちゃんとね回収されるわけですね。なんか今までの話の回収もしっかり、こなしつつですね、それだけではなくてですね、なんていうかこう、そう、ここに豊かさをね感じれるように、作ってるとこいいですよね。そのストーリー上別にランプをここにね表現しなくてもいいんですよね。物語は成り立つんだけど、いやでも絶対ランプここにね使ってるよねって、そういうところはね分かりきってるところなんでね、こういうところねちゃんと抜かりなく作ってくれてるのいいですね。このワンカットが入るだけでね、深みが全然違いますね。はい。そしてですね、まあ、ここですね、こっからですね、まあ、今回の7話8話のポイントのが2つあると思うんですけど、1つはこれですね、なでしこのソロキャンプがいかなものであったかっていうところだと、そんな感じのことを思いました。つまり僕はこう始まるまでは、その、ソロキャンプ初心者のなでしこがね、ソロキャンパー初心者の物語を展開してくれるのかなっていうふうに、思ってたんですね。で、その要素実際はあったんですけどね、それとは全然違うものが、書かれましたね。つまり、なでしこがソロキャンプをしたらどういうものになるのか、りんちゃんとどう違うのかっていうところで、全然違うものが違う書かれ方したなというふうに思いました。まずね、どう違うのかっていうとですね、冒頭から違うわけですよ。これがもう出発してるなでしこが7話から始まるわけですね。はい、時系列が戻るわけなんですが、一人旅をするっていう感じ、まあ一人キャンプと一人旅ちょっと違うんですけど、するときってやっぱり一人であることをね、楽しむ味わう部分があるので、まあ外の景色をね静かに眺めたりすると思うんですが、外の景色を眺めてるのはですね、他の乗客のね女の子なんですよね。はい、なでしこは何をしてるかっていうとね、みんなね乗客の人たちがたくさん
さんいるところでですね、これからやることをですねワクワクと、しながら ね楽しみにしている描写が書かれています。人のがいっぱいいるところの中にね、電車で乗っているところですね、はい、すごく楽しそうな様子です。これ一つのポイントですね。人がたくさん書かれているところ、そして、到着したらですねちゃんとあの報告をしますね。これねお家の人との関係なんですけど、この後もねこれねあるんですね。これもう一つがこれですね、はい。なでしこが重い荷物をたくさん背負ってですね、そして今からね、元気よく歩いていってる描写、これ一つポイントですよね。ここのポイントとしては多分ですねあの山が映ってないんですよね。近場にこれからキャンプに行くので、自然が近くにあるっていうことが本当はあるのかもしれないけど、映さないようにアングルで捉えられてるっていうところだと思います。だからこっから頑張って歩いていくっていうねそういうね、バイタリティ溢れている、ね、モチベーションの高い様子っていうところがね、伺えますね。もうこのその2つのポイントからちょっとりんちゃんのソロキャンプとのねテイストの違いっていうものを感じますね。はい、もちろんなでしこらしさっていうところでね、基本的に満ちてるので、まあ、それだけでなでしこのソロキャンプと言えるんですけど、まあ一人でね、ねご飯外食するの初めてだってなったりだとか、屋上にねたどり着いてから景色を見ないとってね言ったりだとかですね、あとはですねあのこのねあの歩いてる時にですね、料理をするっていうところがねポイントにあったのでねネギをねちゃんと取っててネギが常について回ってるところも面白いですね。はい、キャンプ場着いた時もですねネギがちゃんとね主張してるんですね。はい、この部分も良かったですね。走り回っていてですねここでもネギが主張してます。でドテンとこけてしまう。本当にキャンプっていうものを、全身で、味わって楽しんでいるなでしこっていうものがですね、何度も何度も表現されているの、ね、このあたりは本当にね分かっていたけど気持ちよく見れるなってねそういう要素だと、いうふうに思います。はい、そしてですね、まあ、なでしこはですね、食べ物が大好きっていうことなんですが、これもまたですね、みんなとのキャンプに、行かせるかもしれないっていう動機でいろいろ実験をしてるっていうところですね。ここもですね、なでしこキャンプの、ね、ポイントだったなというふうに思いました。つまりなでしこキャンプって、まあ、基本的にこうポイントとしてはしてもらったことを返すっていうのをねしっかりやっているんですよね。はい、料理に関してもまあリンちゃんにやってもらったようにですね、来ていた子たちにですね、まあ、焼きトマトを振る舞う、そういう様子ですよね。リンはまあ言ったらこうなでしこが困っていたのでねあげたんですけど、なでしこはどちらかというとすごく積極的にですねあ、げていくって絵付けしていくってね、そういう部分ですね。完全に懐柔されてますからね弟ね。はい、そういうところとで他の人のですね、食べ物のね話もねしててですね、全然大したことないけどって言った時にそんなことないよってね、私もねカップ麺ねとか食べるの好きだよ美味しいよねってね言うところね共感してあげる、部分、これはもちろん自分がしてもらったことだからですね。はい、そして食べることのですね、喜びとですねキャンプ飯の、ね、良さっていうものを伝えてですね、触発されてましたね。今度キャンプ来るときは私何か作るって言ってましたかね。こういうなんていうかねバトンをもらったバトンを次に渡してる感じね、すごくいいんですよねなでしこはね。つまり、まあ、してもらったことを返すそういうバトンもそうなんですけど、もうなんかね、象徴的なんですね。なんか人とのつながりが常にあるっていうところがなでしこのキャンプなんだなと思うと、冒頭人の中でですねニコニコしながら向かっていたなでしこっていうところで常にね人の気配を感じる部分ですね。でこれもですね夜景なんですけど星空じゃないんですよね。夜景なんですよね。このチョイスもすごくいいなと思って、これ意図的なんかわからないんですけど、星空と夜景の違いは何かっていうとそこに人がいるっていうことですね。人の営みを感じて美しさを感じてっていうね、そういう部分なんで、もちろん星空の美しさもちゃんと書かれてるんですけど、なでしこのやはりソロキャンプっていうのは人とのつながりの中にある、そういったものの中での一人での豊かさなんだなと思うと、やっぱりこの夜景の写真をお姉ちゃんに送っていたのもね、完全にそうですしね、みんなと一緒にですね写真仲良くなって写真を撮ってるね、ところもそうなんでね、
はい、リンが言っていたね、すごいな、なでしこはってね、もう誰かと仲良くなってるってね、そういう部分だなっていうふうに、思いましたね。料理のこともみんなとのキャンプのことを想定して考えて楽しんでるし、夜景もですね、撮ったらですね、まあ、リンが送ってくれていたようにですね、自分も夜景の写真を友達や、家族に送るっていうね、本当に、バトンを返したりだとか、人とのつながりを感じることによっての豊かさっていうのが強調されているなでしこの、キャンプだったのかなというふうに思いましたね。はい、見ているのは星空もなんでしょうけど、夜景を見てるんですよね、なでしこはね。はい、とてもいいと思いました。もちろん星空の美しさもちゃんと強調されて、そのまま、なんとなく眠りについてしまうのかなっていう感じで暗くなっていってね、終わったところも素晴らしかったと思いました。はい、これがまあ一つのポイントですね。これだけで10分喋ってもだな、まあいいでしょう。なでしこのソロキャンプは何ぞやったかっていうところが、素晴らしく書かれていた。で、これだけでもう十分なんですよね。言ってお腹いっぱいなんですよ。7話8話までね、書く、ね、描いた分だけど、もう満足度めっちゃ高いんですけどね。でもね、これを差し込んでくるんですよね。見守る2人、しかもこれの書き方がね、すっごく手が込んでる書き方をしてるなと僕は思いましたね。はい、まあ言ったらこうなでしこ見守り隊の2人はなわけですよ。もう行動原理もね、基本的にね同じ行動後半からしていたんでね、いいんですけど、まあまあ言ってこうね、ちょっと気まずさを感じているところは、まあリンのですね、なんというかね、一人をね、孤独を愛するしね、少女のね、属性が出てる感じ、あるんですけど、でもですね、同じ空間自体は結構楽しめてる部分がね、あるっていうところとですね、そしてやっぱり、なでしこの話題でね、意気投合できるんだよっていうね、そういう部分のですね、気まずさの緩和っていうのね、書かれてるんですけど、まあ、これで十分だと思うんですけどね、でもですね、これはまあ一期からあったことではあるんですけどね、この2人がね、実はめちゃくちゃ気が合うっていうところが、なんかもう徹底的に書かれてるんですよね。本当に。なでしこは一人で、そのね、ソロしながら人との関わりをですね、楽しんでるんですけどね、今回この2人に関してはもうベタベタに書かれますね。はい。なんというかね、まあ、わかりやすいところで言ったらですね、まあ、なでしこのことをですね、心配して見に来てですね、出会う二人っていうところとかですね、DVD ね、カスワっていうね、同じものをですね、好むっていうところがね、書かれてね、すごくわかりやすかったんですけどね、それ以外にもね、めちゃくちゃ要素があってですね、まあ、そもそもなんでこの二人は出会うことになったかっていうところになるんですね。ここは必然ですね。夜になでしこの様子を見に来たのは必然なんですけどね、なぜその前段階でも出会うことになったかっていうとですね、やはりこれはですね、まあ、思考がすごく近いんですね。思考っていうのは考え方じゃなくてですね、好みとなるものですね、食べ物とかですね、味わいたいものとかですね、まあ感性的なものですね。例えばなでしこがですね、まあバイタリティあふれるね、料理をね楽しもうって、してるところですけど、まあリンに関してはですね、古民家カフェとか行ってるわけですね。はい、わびさびのある、ものを楽しむってね、寂しさも楽しむものなんだってね、そういうところを、感じていますね。はい、なでしこのソロキャンプに寂しさ要素があったかっていうと、それは結構微妙なところがあるので、なでしこのソロキャンプと、リンのソロキャンプ一人旅は全く異質のものであることをね、強調してるんですが、そこでですね、さくらさんに出会うっていうね、そういう部分ですね。で、これだけじゃなくて、やはりこう ねサムネにもしようかなと思ってるんですけどね、一番やっぱり印象的だった部分が、ここですね、温泉に浸かるっていうそういう描写です。7話前半においてはですね、さくらさんが温泉に浸かってるっていうそういう描写が、ありましたね。はい、ただですね、温泉の描写が出てきた時って旅物、観光地物、日常物やったら、絶対に温泉に浸って極楽極楽ってなるんですね。あ、気持ちいいって言うわけですよ、普通ね。でも言わないんですよね、さくらさんね。少しぬるめねって言うんですね。って言う場面なんですよ、これね。つまりこの温泉の場面、つまり美味しいものが出てきたら、食べたら美味しいって言って、視聴者は登場人物の気持ちになりきって、その美味しさを共感するわけですね。
あ、美味しいやろな、美味しそうだな。で、温泉においてはですね、あ、気持ちいいですね、最高ですね、極楽ですねって言ってるセリフを聞いて、あ、いいやろうな、気持ちいいやろうな、自分も行きたいな、温泉行きたくなってきたな、楽しいやろうなっていう気持ちを共感するわけですね。でも7話前半でさくらさんが言ったことは少しぬるめねっていう、温泉の温度に対する不満なんですね。で、これって、つまりあまり良くない意味に使われることが多いんですよ。ちょっと不穏に感じるんですね。だって温泉って気持ちいいものでしょってね、気持ちいいっていう言葉が来ると思ったけど違う言葉を、投げかけられることによってこれがまあフックになってるわけですね。視聴者はおなんだって思うわけですね。はい、そんなわけで7話だけ見た人は何なんだろうと思ったと思うんですが、これがですね、まあこのまま撮るとですね少しぬるめね、あまり良くない描写として、撮るとすると、まあさくらさん自身が何か、不満に思う要素を持っていた、もしくは、この先の展開がですね、例えばまあ寒さで、苦労するとかですね、何かこの先の展開をね示唆してるんだろうかとかですね、あとは、リンは、一人でですね旅をね、メリハリやってるんだけど、自分はなでしこに対して結構ね気にかけすぎてるのかなっていうね、そういうこうなでしことの関係においてねちょっとぬるい関係に、なってないかなっていうようなそういう示唆もね取れてですね、つまり8話に描かれるものにおいてはですね、これが回収されるんやけど、このフックがどういう形で回収されるかを想像した時にあまり良くないものがありそうなね暗示になってるわけですね。はい、そういうところになってるんですけど、じゃあどう回収されたかっていうんですけど、これがね自分は絶対こんな回収のされ方はされなかったと思うんでね、度肝を抜かれたんですけど、どうなんでしょうね。はい、つまり8話で書かれたものは何かっていうとですね、温泉にさくらさんと同じように温泉に入ってですね、満足して上がってくるシマリンが書かれたんですね。ここで回収されたんですね。はい、シマリンが言っていたことはですね、やっぱり温泉は少し暑いくらいが最高だなって言って、つまり7話で我々があると思っていた温泉に入って、満足するっていう描写が直接温泉に入ってるシマリンを描かれずにですね、上がった時にですね満足してるシマリンを描かれたっていうところになるんですね。つまり7話前半の入ってるさくらさんと、上がってきたシマリンのピースが噛み合うっていうところですね。そして、この少し暑いくらいが最高だなっていうところが少しぬるめねとつながるんですよね。つまりこの少しぬるめねっていうのは8話に対する不安や不穏なものを暗示するものじゃなくて、つまりさくらもシマリンも両方とも熱い温泉が好きっていう、この2人めちゃくちゃ感性近いやんね、めちゃくちゃ気合うやんね、考えてることもね、味わうこともですね、あの趣味思考もめちゃくちゃ同じやんっていうね、この2人の完璧なるシンクロをあのここで回収するための、一見不穏そうに見えるような、言葉やったよなっていうふうに自分は思いました。あくまでこれ僕の勝手な、ね、妄想かもしれませんけどね。はい、そんなわけでねビタッとピースが入りつつもですね、こいつらめちゃくちゃ気合うやんってね、もう完全なシンクロですよね。で結局まあそのままの流れでですね、まあなでしこのことがね心配になってですね、そのまままあシマリンなら行くよ ね、ここでちょっとね悩むところがね友達の距離感ですよ。そして、お姉ちゃんね心配しててですね、さくらさんはまあ多分電波が届かないからだろうなっていうことはねこれでわかるわけですよ。途中でね山奥の途中で、まあナビがね止まってることになってるわけですから、そうだろうなとは分かりつつもですね、まあ躊躇なくね車を出すっていうところが、ここがまあ家族の距離感ですね。お姉ちゃんの距離感なわけですね。はい、この違いはありつつも、結局、まあ一緒にね合流してしまいですね。はい、一緒にね、隠れているっていうねそういう描写ですね。はい、つまり、まあなんていうか古民家で会えたっていうねこの2人が会えたことは運命だけど、このキャンプ場でなでしこに会いに来た時に会えたのは必然だなっていうところですよね。はい、なでしことは向かい合っている2人ではあるんですけど、同じものをですね同じ気持ちで見続けられるのはこの2人なんだなってね、そういうところを、自分は感じてですね、いやーよかったなこの見守りたいってね、しかも凝ってる演出がすごく凝ってるというふうに思いました。
はい。とはいえ、まあ僕の勝手なですね、見方なんでね、皆さんのね、見方とかも教えていただけたらと思います。はい。あとはもうね、大したことは言わないんでね、もういいよっていう、ね、方はね、いいと思うんですけどね。まあ絵的な構図のこだわりっていうものをやっぱりね、今回も感じましたよね。毎回言ってるんですけどね、これね。特に好きやったポイント。スマホいじるときの、他の指も一緒に立てながら曲げてしまってる、なでしこの指が非常に良かったと思いますね。あと料理パートに関してもですね、やっぱり料理をですね、必要以上に綺麗めに加工っていう風にしていない、ところがいいと思いました。そしてですね、あまり別にいい場面やいいアングルじゃないんやけど、なんかこれ構図的に撮りたいって思ったスタッフのね、無駄なこのこだわりとね、その雑味の、醸し出す味っていうんですかね、このあたり良かったと思いましたね。はい、ちょこっと顔を出してるりんちゃん。それから、僕が興味深かったのはこれですね。あのキャンプ場のそのに入った時でかなり早い段階でこのカットが入るんですよ。あの綺麗な景色とかその自然の豊かさとかのカットを入れるべきシーンだなと思うところでこれ入れないんですね。ここ入るんですよ。でこれが何なんていうとですね、ようわかんないんですよ。タイヤの跡とかやったらそこから示唆できるところあると思うんですよ。例えば、動物の足跡とかですね、イノシシが穴をね、掘った跡がですね、そのまま水たまりになったんやなっていうのがね、わかる描写やったら、明確なんですけど、これは多分いろいろ取れてですね、しかもおそらく意味ないんちゃうかなって僕が思う部分なんですね。手がかりがないのでね、だとするとこれ何かっていうとですね、多分なんかスタッフが行った時にですね、キャンプ場の下見に行った時にですね、なんかすごくへこんでぐちょぐちょになってるところが、あってですね、それがなんか綺麗な面白い ね感じでですね、水たまりみたいになってたからね、なんか面白いなこれ、このカット入れましょうみたいな感じで入れたんちゃうかなと思って、つまりあんまり意味ないんやけど そこで、ね、なんか見つけてちょっと興味を持ったもののカットとしてこれをチョイスするっていうところがなんか若干リアリティ感じるんじゃねってね、思った人がそれをこれを採用してですね、僕みたいなね、人がですねそれに対してね、あこういうカット入れたいのなって、ね拾うっていうね、こういうところね楽しみ見つけられるのがゆるキャンのいいところですね。もちろんこれ同意してるくれる人はねすごく少ないとは思うんですが、このカットがもっと綺麗なものたくさんあったのにね入ってきたところが自分は、好きでしたね。これ8話のねキャンプ場に到着した時のですね、キャンプ場全体を映していたところのですね後のですねアップのカットのね2つ目か1つ目かに出てきてたと思うんですね。結構早い段階で良かったと思いますね。あとは古民家カフェのねアングルは一応で死でしたね。はい、古民家カフェの、階段のとこの描写があったんですけど、多分ね、古民家カフェにね行った時にですねこの部分のねあの形が面白いと思ったんでしょうね。で僕も思うと思うんですね。だからわざわざりんちゃんがまだ上がってきてないところからね撮ってるんですよこれ絵をね。はい、で頭がちょっとね今これ伸びてるんですけどね、頭が伸びてきてリンがね登場するっていうところになるんですけど、ね、やっぱこのね構図が面白いと思って、ここ入れるべきでしょって言って、で多分美術の監督の人とかも入れようって、ね、なったと思うんですよね。こういう感性で作られてるアニメはねやっぱり自分は好きですね。はい、僕もこの古民家カフェ行ってこの階段登るときにはこの構図面白いなって写真撮ろうって思うと思うんですね。はい、こういうとこ見れるの嬉しかったですね。はい、もちろんなんかこういうねあの吊り橋の先のね道が怖いっていうね描写もいいと思うんですけど、この辺りはやはりどちらかというとキャラ描写のシーンでもあったと思いますね。先に行くともっと怖くなりそうだしね、もうこの辺で引き返すかっていうね、引き返しシマリンっていうのをね書いてるんですけど、これねこの直後にですね、さくらさんもねこれね引き返しさくらさんしてるんですよねこれね。料理がいろいろあって、肉が売っててですね、で熊の手ってどうやって調理するんだろうっていうのを調べてたさくらさんなんですけど、思いのほか大変ってことが分かって鹿肉を買ってるっていうさくらさんですね。はい、これも引き返しさくらさんなんですね。はい、そんなわけですね、まあ、またこの2人がシンクロしてるって話に戻っちゃったんですけど、そんなわけですね、まあ、なでしこの空キャンプをしっかり描きつつですね見守る2人のね、シンクロ描写をちゃんと描くっていうね、そして見守る2人の中ですねなでしこがソロキャンプをまあほぼ成功させたとね、そういうところでですねいや7話8話の、素晴らしさですよこのね、はい、本当に幸せになれる、そんな感じの回でした。
はい、まあ今回ね以上になります、ね、あとはね前回いただいたコメントについて少しだけね触れておこうと思いますね、まずですね、スマホの電池についてはね5話でも強調されてたねこれ6話についたコメントなんですけど、まあまあ死にかけたっていうねそういう回なんですが、スマホの電源がなくなって助けが呼べなくなったっていう、そういう描写ですが、5話の方でもね強調はちゃんとされてたよっていうことで、本当にあのゆるキャンのつながりはね素晴らしいですよね。それこそまあ4話のねランプが今回ね、枕元でが映っててランプが置いてないことでねランプを持っていってることを表現するとかね、そういうつながりもそうなんですが、キャラクターが本当に生で生きてるのをね感じちゃうわけですよね。はい、キャンプにいたらねこの子らいるんじゃないかとね思ってしまう、危険なところでね、やめときましょうね、そんな感じになってきます。あとですね、まあ、原作の方がですね、遺跡みたいなのをしたみたいで、スマホアプリとか、あのパソコンの方でですね、頑張れば無料で見れるみたいなんで、こちらね、気になる方はチェックされてもいいですし、やっぱりちょっと手元の電子書籍とかですね、ずっと見れる方がいいということですね、本とかでもね、持っておきたいという方は買ってみるのもいいかと思います。僕もですね、いや、どっかのいいタイミングでね、絶対原作はチェックしたろうと思ってるんですけどね、ちょっとまあね、アニメだけの満足度でね、めちゃくちゃ高いんでね、まだまだ持って、まあアニメだけでいいかなと思ったりもしてね、いろいろ考えてます。またね、ご意見いただければというふうに思いますね。はい。あとまあキャンプ絡みの事件いろいろありましたねっていうこともコメントでいただいてですね。そう、まあ言ったら6話はビターな味わいだったわけですよね。そういったところでやっぱりコメントしていただいている方もですねあって、やっぱりこういう部分もちゃんとね表現してですね触れてくれるところもゆるキャンいいなと思いますし、それに関してねシビアなねご意見がねやっぱりコメントの方でも来るっていうところも、それもまたちゃんとあの心を動かされてるわけですよ、ゆるキャンの物語にね、あるんですよね、教育的な要素ってやっぱり言えなきゃいけないから言えるよねって言って言えるアニメもいっぱいありますし、なんかそういうところを主としてなくてもね、そういう要素がアニメにおいて、ね、入ってくることはあるんですけど、じゃあその要素が感想でどこまで触れられるかっていうと、まああんまりこう触れられなかったりね、する部分もあったり、僕もあんまり話題に、ね、出せなかった部分とかね、あったりもするんですけど、ゆるキャンにおいてはやっぱりそういう部分ね、やっぱ触れようって、ね、思えちゃいますしね、まあコメントからも明らかなんで、その辺もね、素晴らしいというふうに、思いました。はい、あと今回のね丸ごとホイル焼き良かったですよね、ちょっと自分もね炭火でやってみたいなというふうに思いました、皆さんのねおすすめのねホイル焼きアイテムがあったら教えていただけたらと思いますね。僕はやっぱりナスとかね、椎茸とかねいいかなというふうに思ってますね。キノコ系のホイル焼きめっちゃ美味しいから、これはなでしこにもやってほしかったなというふうに、思ったりはしています。はい、そんなわけですね、ちょっとね、まあ、今回その、まあ、ゆるキャンに関しては毎週のねまとめて感想でね触れてるんでいいかと思ったんですけど、まあ、あまりにもね良かったんでね7話8話ねまとめて触れてみました、あとまあこのぬるめねのね表現とかね、あとソロキャンプね、ザ・なでしこのソロキャンプってね、あの表現のための導入の仕方ってなんか今後なんかアニメをね話していくときにですね、ゆるキャンのあそこの回みたいなね、そういう風になんか自分が引っ張り出してきそうな、ね、気配があったんでね、個別に動画としてね、出しとこうかなという風に、思いました。はい、皆さんのね感想とか考察とかも教えていただければと思いますし、あと僕が本当に勝手に解釈してるだけなんで、なでしこのソロキャンっていうものはどうやったかっていうところ、いやいやもっとこうね、リンの影響を受けた部分がね強調されてたよっていう方はですね、また教えていただければというふうに思いますし、さくらさんの言ったねぬるめねの解釈ですね、はい、いろいろできると思うんでね、あなたの解釈に関しても教えていただけると、嬉しいと思います。こういったところのね、コメント欄を楽しめるのも、嬉しいなというふうに思いますね。はい、ではでは、今回は、これぐらいにしておこうと思います。いやまだまだ楽しめるゆるキャンシーズン2ですね、今後とも楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お相手は遠山徹でした。